私は、はい、今日はこれをセービングレニングラード奇跡の脱出作戦ということで、はい、まあ、この間から続く独ソ戦のシリーズとしてちょっと紹介していきたいと思います、はい、レニングラード包囲戦っていうのはまずヒトラーはこの間言いましたけれども戦争をしているような気はないんですよ。絶滅組織でいるのでレニングラードを包囲した時に栄養学者とかそんな人を呼んでどうやったら全員を脱出させることができるか試算を見積もらしたわけです。で、まずは水道と電気と食料をまず爆撃して中から飢えていくようにしなさいっていう指示があるので、まあその通りにして、でその通りこう街がだんだん飢えていくと。でそういうところから貨物船に乗っけて1500人の市民が脱していこうとするんですけども、まあ嵐にあったりとか敵襲があったりして次々と死んでいくという何とも救いようのない話なんです。まあ映画としては面白くなくもないレベルなんですけども、こういうことがあったんだなっていうのをこう知るにはいいんじゃないかと思います。まあよく似た映画で昔スターリングラードっていう映画があって、今のボルゴグラードの攻防戦がまあソ連とドイツの間であって、そのソ連でそこでソ連が勝ったのがまあその転換点になってこれからソ連が巻き返していくわけですけれども、映画はちょっともうソ連兵の描き方がもうアホすぎて、なんでこんなアホな連中がドイツに勝てたのかさっぱり最後までわからないという映画だったんですけども、今回紹介するこの映画では結構人間的に描かれてるし、ドイツ兵のこともその単なる悪っていうんじゃなくって、やっぱり命令を全うしていく忠実な兵隊ということで描かれています。まあおすすめです。でレニングラードっていうところはロシアの西洋の入り口なんですね。フィンランド湾に面した、もちろん工業は盛んで、もう市民がバタバタ1日1万人飢えて死んでるようなところ時でも兵器生産だけはやめなかったんです。別にレニングラードを守るためにの兵器じゃないんです。レニングラードっていうのはフィンランド湾に面してるんですよ。でフィンランド湾に面していて、当時ソ連はフィンランドの侵略戦争をやってたんです。フィンランドを侵略して、そのために武器を作ってた。で、市民は飢えて死んでるっていう、もう、ドイツとかのもう、指導者っていうのがもう、あまりにも最下で、なんともこう、笑ってしまうんですけども、レニングラード一つの都市ですよ。一つの都市だけで、日本の太平洋戦争の本土での死者を軽く超えるんです。数え方によりますけれども。もうそんなところをやりながら、結局武器を作って、フィンランドを攻めていたと。そのフィンランドに攻めていく、その、鉄鉱石は、中立国のスウェーデンが買って、売っているという。スウェーデンはドイツにも鉄鉱石を売って、ソ連にも売って、言い方悪いけど本当に中立国って言いながら、まあ死の商人ですね。フィンランドから作った映画があります。また明日紹介しながら、フィンランドっていう国のちょっと面白さというか、穏やかな国ってイメージありますけれども、実際には僕なんか北欧のベトナムって言ってるんです。だから本当にいろんな大国に囲まれて、それから跳ね返してきた歴史があるので、その、まあ、ことをまた明日の映画で紹介したいと思います。今日は以上です。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。